つんつてんつてん。はい、じゃあドキドキ文系部続きやっていきます。モニカの詩を読むとこからですね。モニカの詩は続きにな、連作になってるんで、多分今回もそうなんじゃないですかね。やっほー、すぎるくん。お、やっほー。執筆は順調かしら。うん、順調そのものやね。まあまあかな。なるほどね。悪いわけじゃないならよかったわ。ちゃんと宣伝してくれて嬉しいわ。突然ドアが開く。ゆり、ただいま戻りました。おかえり。私がいない間に何かありましたか？どこに何も。死の店はもう始めてしまったけど。え、もう、遅れてすみません。謝らせていいの？まだ、ここら辺読んだね。はい、それより私の趣味読んでみない？これが読めんかったよね、1回目で。自分でも気に入ってるから、あなたもそうだと嬉しいな。いや、これは読めたね。あら？あー、私をセーブして、同じタイトルやな。止めどない色、胃が抜けてるな。止めどない色、まばゆく綺麗ななんとかが、なんとかき膨らみつんざく、赤緑青、やまない不協和音。あれ、ここ間で意味のない雑音、止めどない雑音、荒々しく耳障り、形がなんとかみつく、サイン、コサイン、タンジェント、ターンテーブルの上で、なんとか奏でるように、ナイフで胸郭の喘ぎを奏でるように、意味のない、彼女を消して、あ、彼女を消して、彼女を消して、彼女を消して、ここ私をロードしてやったやんな。モニカー、これは難しいぞ。モニカー、私をセーブしてね。なるほど、これはおそらくセーブの意味が違うよね。1回目はゲーム的なセーブ&ロードをがなんか主だった気がするけど、これは私をセーブってのは止めてっていうことに感じるな。ここナイフで胸郭のあえ、なんていうの、胸郭のあえぎを奏でるようにってとこが、ピザ生地の上で、ピザ生地の上でっていうやつがナイフに変わってんのよな。ピザ生地からナイフ、ピザ生地ね、ピザ生地がつながるとしたらお菓子作りが好きななっちゃんで、ナイフはもちろんゆりちゃんのこと、つまり彼女を消してゆりのことかな。おい、させへんぞモニカ。どうした？おいおいモニカ、ごめんなさい、なんだか抽象的でしょ。うん、私が伝えたかったのはその、いえ、なんでもないわ。ゆえゆえ、おい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 、気になるよこれは。説明しても無意味だから。怖い怖い、なんでやねん。それより、おい、ちょっと待ってや、そこをやらないと意味ないでしょ。死の見せ合いの本日のモニカちゃんの執筆アドバイス、どっかで難しい選択を迫られることがあるかもしれないわ。そんな時はゲームをセーブするのを忘れずにね。ああ、そのアドバイスは一緒なんやね。いつどうなるか、あれ、私誰と話してるのかしら。俺や。なんやそれ、聞こえる？お願いだから聞こえるって言って。どうしたんモニカ、なんでもいいから聞こえるよ。ちょっと、なんやねん、なんや、お願いだから助けて。いやー、こんなことをさ、女子に言われてさ、手を差し伸べへん俺じゃないねんって。ちょっと、もうどうしちゃったモニカ。以上、本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。おい、モニカー、モニカはなんかとてつもないな、とてつもない謎を抱えてるっていうのがわかるんやけど、で、助けてほしいって言っても、その選択肢が OK しかなかったやん。そういうことをモニカがやるから、なんていうんかな、嫌われたいのか助けてほしいのかわからん。この瞬間待っていました。おいおいおい、
それでは今日の詩を拝見します。楽しみにしすぎやろ。ゆりは微笑みながら大きく呼吸する。持ってるだけで嬉しいです。ん？あ、ではなく、すごくいい詩だと思います。あー、なんかゆり向けの詩やってモニカが言ってたし、ゆりはすごく嬉しいんやろうな。その確かに伸ばせる部分もありますが、でもどうでもいいですよね。あなたの書くものは何でも宝物のようですから。それさ、さより思い出すんやけど、そのセリフ。ははっ、今のは少し変な発言でしたね。この話はやめましょう。こちらが私の書いた詩で、おい、見して見して。好きになれなくても構いませんから。あ、違う。一周目と車輪、回転する車輪、車輪を自転、破山、ボルトヘッド、戦場の変速装置、落ちる空、7本の聖なる杭、止まっている船、異世界へのポータル、ん、なんかメモ書きみたいやな。太い波に縛られた細い、波じゃない、太い縄に縛られた細い縄、引き裂かれたバグ、放物線、放物変速装置、拡大する宇宙、椎名林檎の歌詞みたいな。時間を取り締まる滑りをはぐる、滑り歯車、神の存在、四方八方、航海で水泳、泥水、溺水、地で書いた祈り、人間の目を持った時間を食い荒らすヘリで書いた祈り、すべてを生きる目をつなぐ糸、聖なる国の万華鏡、指数的変速装置、爆裂する星の空、神が神の存在を反証、資源に回転する車輪、これちょっとより壊れちゃってる感じかな、なっちゃんの時と一緒で。40の歯車と時計、惑星を回転するごとに1秒を進める時計、各回を進めるごとに40回を進める時計、異世界への止まっている船につないだ聖なる杭のボルトヘッド、時計で書いた地の万華鏡、ん？万華鏡出てくるな。40の歯車と開いた人間の目、四方八方につないだ時間を食い荒らす祈り、生き抜く変速装置、変速装置も出てくるな。ボルトヘッドも出てくるな。生き抜く船、生き抜くポータル、生き抜く蛇、生き抜く神、生き抜く地、生き抜く聖なる杭、生き抜く人間の目、生き抜く時間、生き抜く祈り、生き抜く空、生き抜く車輪。これを理解するのは難解すぎるやろ。これはちょっと難解やな。あ、これ元からやったっけ、この後ろになんかシミみたいなのあんの。これって前からこういうシミってあったっけ。こういう柄はあったんやったっけ。なんかシミがある気がするんやけど、これ俺のモニターじゃないよな。血の跡か。いやー、抽象的っていうか、これちょっとユリが心配やな。ははは、内容なんてどうでもいいんです。うん、最近頭が異常に活発なので、あなたのペンを使って発散したんです。俺のペンを？あ、これは昨日あなたのリュックから落ちてきたペンで、保管しておこうと持ち帰ったもので。うん、私、ただすごくいいんです、書き心地が。へえ、あー、好きな子のペンな。いや、これね、俺取ってないよ、取ってないけど、あの好きな子のさペン俺も拾って、でなんかそれが欲しかったことはわかる、わかるわかる。なのでこれを使ってこの詩を書きました。あー、そしてこれは、それを今あなたが触れていて、ゆりー、いや気持ちは嬉しいけどさ、大丈夫です、先走りすぎや。まあ思春期やからな。いや、思春期のそういうものへの執着心はやばいのは俺が一番よくわかってるからな。私は今何を、この会話のことは忘れていただけませんか。ああ、オッケーオッケーオッケー、わかるよわかるよ、ゆり、詩は差し上げます。あ、詩くれんの、ありがとう。シミが気になったけどな。特別な詩を読めるようになりました、読みますか。はい。冗談、ある男の子が部にやってきた。部にはその男の子がとても気になっている女の子がいた。え、その男の子がとても気になっている女の子がいた。共に時間を過ごす中で、彼女はさらに彼に惹かれていった。さらにのことかな。ある日、女の子は自分が彼に
恋してることに気づいた。3時が起きてしまう前に第三者が女の子のプログラムに介入した。突然女の子は恋に落ちている自分が嫌いになった。その矛盾がスクリプトを狂わせた。世界は崩壊し始めたものの、間もなく彼女は自殺してしまった。さよりのことやな。なんかおかしいとは思った。さすがにおかしいと思った。納得いってないもん。じゃあさよりのああいうなんていうんかな、そのいやでもさよりのあれが全部が第三者のプログラムの介入ってわけではないと思うね。実際さよりって苦しんでたと思うのよ、もしああいう状況になったら。でもあそこまで極端な行動を取ったり暴走することはなかったってことやな、この第三者の介入さえなければ。誰なんや。いやモニカじゃない、いやモニカ、モニカなのか。いやわからん。どういうことや。世界は崩壊し始めたものの、まもなく彼女は、なんでそれ、ある日女の子は自分が彼に恋してることに気づいた。なんでここで惨事が起きてしまうんや。別にいいことやんけ、別に恋してるって。冗談、冗談ね。いやこれってユリのことでもある可能性あるよな。だってサヨリの時って別に世界は崩壊し始めててなくなかったか。で今ユリの詩を読んだ後やからユリの可能性もあるよな。よしみんな、もうお互いの詩を読み終わったわよね。今日はもう一つやることがあるから、みんな部屋の前、部屋の前まで来てくれる？文化祭に関係あること？ええ、まあね。本当に文化祭で何かしなきゃいけないわけ？あと数日しかないのに何かやろうとしたって何もできっこないわよ。新入部員も入ってこない上に恥をかくだけよ。私も心配です。いや、俺はユリが心配やで。あまり時間がない状況で準備するなんてうまくやれないですし。そんなに心配しないで。簡単なことにするからね。みんな聞いて、杉戸くんが入部して新しい活動を始めてからみんなも活発になってきたわ。でもこれで満足してしまうにはまだ早いわ。なんかスキップはできひんのよな。ここら一緒やろうけど、この部には未だに4人しかいない。そして文化祭こそが私たちにとって最も部員を獲得する唯一のチャンスなのよ。新しく部員が入ってくるってそんなにいいことかしらね。正式な部として認められるだけの人数は満たしてるんだし、部員が増えたところで騒がしくなって面倒が増えるだけよ。夏希、そういうことじゃないのよ。あなたのうちにある情熱をできるだけ多くの人たちに知ってもらいたくないかしら。私たちを文芸部へと導いたこの、気持ちをその人たちも見つけてほしいとは思わない。ここら一緒やねんな。文芸部は他のどの場所でもできない自分自身を表現することができる場所でなければいけないのよ。そこを離れたくないような居心地のいい場所でなければいけないのよ。あなたもそう思ってるはず。私たちみんなそう思ってるはず。だから文化祭のためにみんなで何かをやらないと、たとえそれが小さなものであってもね。でしょ、杉浦くん。ああ。ちょっと、杉浦が嫌だって言えないことを利用するのはやめなさいよ。ねえ、モニカ。え？私たちがここに入部するときに他人のことを考えてたなんて本当に思ってるの？どういうこと？ユリは杉浦が部に入るまで誰かとおしゃべりすることなんてなかったのよ。へえ。私は家にいるよりはこっちの方がまだマシなだけ。杉浦なんて最初は文学への興味すらなかったし、でも今はね、すっげえ興味あるよ。みんなこんな感じよ。まあ、始まりは何でもいいと思うねんけどな。だからどういうことなんなっちゃう。悪いけど新入部員を見つけようとしてるのはあんた一人だけよ。そうか。いや、まあそうかもしれん。俺も4人でいいかなとはちょっと思ってるけど。でも文化祭はやろうや。私たちは現状のままでいいと思ってる。いくらあんたが部長だって言っても私たちの意見、もうちょっとは聞いてよ。あ、モニカがすげえ悲しそうな顔してる。モニカは夏希の言葉に明らかに圧倒されている。確かにこんなこと言われたらちょっと言い返せへんよな。それは違うわ。ん？ユリもスギル君も部員がもっと増えてほしいと思っているはず。そうでしょ。いや、どうなんやろう。いや、俺はどうやろう。
いやーなんかさ、俺に関してはさ、このさよりがいた場所がさ、なんか変わってしまうのが嫌かもしれん。他の部員が来ることで、なんかさよりのさ、なんか面影がさ、塗り消されてしまう気がしてさ、なんかその新入部員に、ゆり、ゆりの気持ちはわからないが、俺に関して言えばそれについては関心がない。モニカが期待してるほど俺が部員獲得に熱心だと言えばそれは嘘になる。でもなんかモニカ何か考えがあるんかな。それでもこの状況なんとかしなければいけないだろう。その、いえ、夏希の言うことの方が正しいのよね。この部活は少ない人数で楽しくやる以上のことをするような場所じゃなかった。どうして私みんなが同じ思いだなんて考えちゃったのかしら。それなんか確信があって言ってるような気がしたけどな。なんでやろな。だからといって俺たちが新入部員を集めることに反対なわけじゃ。そうやで、別に反対ってわけじゃないよ。どうしても嫌ってわけじゃないから。杉戸くん、どうしてこの部活に入ってくれたの。いやー、それはまあさよりに誘われたりとかさ、まあ当時はさ、まあなんていうん、まあ俺もそうやし、このもう一人のこいつもそうやけど、まああるよね、彼女作りに来てたよね。いや正直に言ってね、入部することで何を手に入れようと思ってんだ。彼女や彼女。でもそんなこと今更もうどうでもいいけどな。これは正直に答えてしまっていい質問ではないだろう。そうやな、ちょっと言いづらいな、これは。いえ、あなたに入部しないという選択肢はなかったわよね。まあね。モニカは椅子に座り込み机を見つめる。モニカー、こんなことして何になるの。この部活を始めたのも間違いだったのかしら。なんでそこまで飛躍するんや。だってさ、今これいろんな人の居場所やで。なっちゃんにとっては家に帰りたくないから唯一の居場所やし、まあユディにとってはなんなんやろ、まあ楽しいんやろな、多分今恋してるからさ。で、さよりが帰ってくる場所やろ今。やってしまいましたね、なつきちゃん。何、私のせい。いや、なっちゃんのせいじゃないけど、私はただ自分の思ってること言っただけよ。でも俺とユリの気持ちを勝手に代弁したのはモニカか。でもなっちゃんもなんかしてなかったっけ。正直なことが悪いっていうの。そもそもなっちゃんは正直じゃないと思うけどね。そういうわけではありませんが、言い方というものがあるでしょう。それにああいう風に他の部員を代表してるかのように話す権利はあなたにはありませんし。そうやんな、まあ、モニカもしたんやけど。それはなんで2人ともそういうことをしたんや。あんた何も分かってないのね。私はただ何人かの友達と楽しく過ごせる場所が欲しいだけ。そっかそっか、なっちゃんは変えたくないんやな、今のこの居場所を。文芸部が私にとって居心地のいい場所で何が悪いのよ。いや全然いいよ、こういう場所はこういう場所は、私には他にいくつもないの。そうやな、それをモニカが私から取り上げようとしてるのよ。いやモニカとしても何か考えがあるんやと思うで。なんかモニカ一人で背負い込んでる感じするしさ、取り上げるだなんてそんな違うわ、すぎる。今まで通りにはいかない。モニカの方向性じゃこの部は変わってしまうわ。変えたくないのはでも俺も一緒かもしれん。そうなるなら最初から他のくだらない部活に入部してたって同じだったもの。それでもここに、なっちゃん、こだわるのはほんの短い間だったけど、ここが楽しかったから。モニカ、これは変えるべきじゃないんじゃないか。モニカ、夏希は荷物をまとめ始める。いや帰るな、もう帰るな、なっちゃん、もうギリギリまでいろよ、ここに。帰るわ。いや帰るなって、今はここにはいたくない。おい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 、家より、夏ちゃんにとってさ、家より居心地が悪くなんてそんなことはな、ないはずやぞ。夏希ちゃん、夏希はユリを無視し教室の外へ出ていった。ちょっとヒストリー見てみていい。いや追いかけようよ、ユリ、追いかけてくれへんか。困りましたね、どうすればいいんでしょうか。いやー家まで行こうよ。ユリは文化祭についてどう思ってるんだ。まだ不確かですが、多分私も同じ意見だと思います。こらー、ユリ、あの目障りなクソガキなんてどうでもいいでしょ。言い訳あるかい。なんちゅう顔するんや、ユリは。お前、今の静かで心地よい文芸部が気に入っているというか、
これなんや、本音なのか、いや侵食されてんじゃないのかこれ。第三者の介入やろ今のも。いやこれ第三者の介入やろ、あの冗談野郎が介入ちゃうんか。私はあなたと過ごしていられればそれでいいですし、操られてる。しかし私は副部長ですから、そこの責任は果たさなければなりません。あれがたとえ自殺したって誰も悲しみませんよ。いや違う、ユリ違う、そんなはずはないんや。いやユリ信じてるぞ俺は。ユリ、部員全員の思いを考慮して文芸部にとって正しい決断を下すように努力しなければ。全員の思いね。いやこれこの第三者を何とかせんと。杉浦さんはどうですか、あなたはこの部活から何かを手に入れたいと考えているんですか。今は俺何を目的にやってるんやろうな。ユリは先ほどのモニカと同じ問いを投げかけてくる。何を手に入れようとしている、手に入れようとしているか。部活ってそういうものなのかな、ただ呆然とやるものやと思っていたけどね当時は。曖昧な答えでも何も言わないよりかはマシだろう。一番大切なことはみんなが泣く役をやっていけることで、まあそれは思うな。あと文芸部が何か特別なものを与えられるようにすることだと思う。いいこと言うやないかお前。大事なのは部員の数というよりそれぞれの部員が持つ特色だ。っていうか今はなんかいろんな人の居場所になってるからさ、それを守りたいっていう気持ちはあるよね。それが文芸部が特別な場所になるってことなんじゃないかな。特別なことをする必要はないと思うけどね。なるほど、あなたに心の底から同意します。それがユリの本音であると思うけどな。さっきのなんかやつは違うと思う。それぞれの部員がそれぞれの特色で貢献する。部員が変われば部の持つ特色もまた変わる。それは必ずしも悪いことではないと思います。おいユリ、なんか出てるだよユリちょっとユリー、なんか出てるよ。時には心地よい安寧からも外へ踏み出していかなければ。これは今、もしあなたが文化祭のことでモニカちゃんを手伝いたいなら私はあなたに味方します。そうだな、なんでこれ血の涙が出てんの。明日夏希ともこういう話ができるといいけど。そうやな、ユリはうなずく。ねえユリ、その昨日あんなことはあったけど、あなたは今でも素晴らしい副部長だっていうことを言っておきたいの。おお、それに友達としてもね。そうか、モニカちゃん、私この部を良くするためにできることは全てやりたいの。おお、分かってくれる。私もです。うん、今日はもうみんな帰りましょうか。うわー、なんこれさー、なんかちょっと文化祭について明日話しましょう。今いないなっちゃんが一番心配なのはそうやけどさ、もうモニカもユリもこれどうすんのこれ。はい、楽しみにしています。行きましょうか杉浦さん。あ、変な意味に取らないでほしいんだけど、モニカめっちゃ心配なるなこれ。帰る前に少し杉浦君と話がしたいの。ここで過ごす時間についてどう考えているかとか。あー、それは大事な問題やな。部長として聞いておかないといけないから。ユリは少し困ってる様子を見せるが意を唱えることはしない。わかりました、あなたの判断を信じます。モニカ大げさや。それではお二人ともまた明日。また明日ね。モニカは教室を出ていくユリに向かって手を振る。ふう、最近はいろいろ目ぐるましいわね。モニカ教えてくれよ、どうなってんだこれはよ。杉浦君に残ってもらったのはただこの部活で楽しめているかどうか確認したかっただけ。なんか画面がおかしなってきてるぞ。いや楽しめてるよ、あなたがつまらなそうにしてるなんて耐えられないもの。なんで、おい、ゲーム側の立場で言ってるそれ。部長として責任を感じるわ。何部長やねん。私あなたは本当に気にかけてるのよ。なんで音楽止める必要があんねん。いや音楽消さんといてや。あの二人があなたに手を焼かせるのは見てられないわ。いや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 、全然手は焼いてないよ。夏希はいろいろ困らせてくれるし。
ゆりもちょっとね、いやーモニカ、いやそういう風に思ってるとしたらもう大間違いやぞ。あはあがはじゃないねんて。いやモニカ一回話し合おうや。時々ここであなたと私だけが実在の人物だと思うことがあるわ。そういう風に思っているんかモニカ。そういう風に思っとるんやなモニカ。この言葉の意味わかる？いやわかるよ。モニカは何か達観してるよねこのゲームについて。モニカ自身がこのゲームの登場人物なのか、そうじゃなくてもうなんていうん、さらに違う次元のものなのかわからんけどさ、少なくともさ今は4人の部活やろ。違うなんてことはないぞ。一緒の存在であるべきや。このゲームをやってる以上は別次元で見る必要はないんや。でも変な話よね、あなたはいつもここにいるのに一緒に過ごす時間があまりないなんて。つまり厳密に言えばまだ数日しか経っていないだろうけど、ごめんなさい変なことを言うつもりはなかったのよ。いやそんなことを考えるな。あなたと話したいことがいくつかあるの。あなたにだけ理解してもらえることよ。おう、だから待って、まだ止まって、あー悲しい。モニカ一人ぼっちなんやな、ある意味苦しいよな。ゲームの中で自分だけ自我が芽生えてしまったら。そうか、いや勝手な、もうこれは今勝手な俺の妄想やけどさ、モニカがすげえ一人ぼっちに見えた。